安心して私に任せてください。作戦会議をしましょうか。これで強くなったわ。ティグマアップグレード。ティグマアップグレード。
重曹ウサギ 19C 今は休んでる場合じゃない。そろそろ終わりにします。
戦場に到着。了解。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。わかった。了解。わかった。素材習得。了解。わかった。この道は前にも歩いたような気のせいか。了解。Yes!
を終わらせるとき。目標地点確認。総員集合。出撃。目標地点確認。目標地点確認。目標地点確認。総員集合。出撃。目標地点確認。
キャロル、私たちの中だとあなただけが空中の あのアテンマ城やね。お、見たことがある。うん、見た目は炎の玉みたいで赤い何かで包まれとるんやけど、今考えるとセントフォンテーヌで見つかった結晶と同じ材質かもしれへん。うん、外は交渉に包まれていて、トシヤ、うん、せやないとアナイの名前は教会みたいな大型建築が見えたし、その周りには建物がもう少し近くで見よう思うたらテスラ博士のなんと、ほんで着陸に失敗したんや。先輩、変わったね。なるほど、建物がたくさんあるのね。うん、最悪の場合アテンマ城に入らないとベルトさんは助けられないかもね。よろしい。キャロル、あなたは？アテンマ城。わ、はいはい、分かったわよ、その名前にするわ。いつでも準備 OK。 了解。ああ、隊長、今日の怪物前より数が。キャロル、作戦中はおしゃべりしない。どこへ。子羊は防御力が高いから、うちが前に出るで。純枕を使えば。素材習得。この任務。わかった。この道は前にも歩いたような、気のせいか。一気に潰そう。素材回収完了。総員集合、出撃。もうじき目的地やね。ここ一帯かなりひどく破壊されているわ。アテンマ城の下やからね。魔王城の周りは不毛の地なのが定番なんや。慎重に進みましょう。地図を確認しましょう。目標地点はどんな敵。せっやっせっとえっと影分身シュッセっ。出発出発。
隊長。完成する。陣形変更。よっ。素材回収完了。
エデンの星。ベルトさん、助かりました。あのエデンの星って技、すごかった。こんな近くで律者の戦いを見たの初めてや。ええ、あなたも頑張ったわね。先輩への感謝の気持ちは心にしまっとるから。仲がいいんだな。ところで君たちがここにいるのは、俺を男の子を見ていないか。10歳くらいの紫色の髪で。安心してください、お子さんはもう見つかりました。そうだったのか、ジョイスが。それならいい。ずっと礼を言われていたが、礼を言うべきなのは俺の方だよ。それと、そんな、こっちは喜んで任務に参加したんやから。ベルトさん、あなたを無事に本部へと送り届けることを司教様は望んでおられます。少し休憩した後、一旦作戦基地に戻り、あなたとジョイス君をセントフォンテーヌから脱出させ。あ、わかった。準備はできた。行こう。あまりジョイスを待たせたくない。ほんまに大丈夫？ベルトさん、まだ疲れてるように見えるけど。しかし、あの子と離れてだいぶ時間が経っている。ジョイスの保護者として失格だ。彼をこんな危険な場所に連れてきてしまうとは。帰ったらもう一人の保護者に顔向けできないな。きっと怒鳴られるだろう。それについては心配いりません。司教様がすでに動いてくれていますから。それと、必要のないトラブルを避けるために、 ET スタジオの方には天命が勝手に出張の延長を申請しておきました。帰ったら。待って待って、 ET スタジオって、それって魔剣神器と退去工程の制作会社やない？キャロル、興奮しすぎよ。一つ言っておくけど、ベルトさんの仕事についてはちゃんと資料に書いてあったわよ。え？読んだよ。読んだけど見えへんかったんや。あ、ごめんなさい。あまりにも驚いたからつい。続けてください。では、ベルトさんが問題ないのであれば基地に戻りますね。ああ、問題ない。俺も共に戦うぞ。申し訳ありませんが、司教様の命令はあなたを無事に天命本部に送り届けることです。再三招待は何があってもあなたをお守りします。ですが、メイさん、君は俺の状況を知っているはずだ。引退して時間は経つが、鍛錬をおろそかにしたことは一度もない。君たちの足手まといにはならないさ。せやで、さっき助けてくれたもんな。律者が味方してくれるんなら心強いに決まっとるよ。分かっています、ベルトさん。あなたの実力を甘く見るつもりはありませんが、あなたにリスクを負わせることはできません。これは私の最終決定です。わかった、メイさん。君がそこまで言うなら俺は君たちを信じる。手は出さないが、
戦闘中遠いところから君たちをサポートするぐらいなら問題ないだろう。感謝します、ベルタさん。では出発します。それに起訴した会社の持ち株会社は、する言うたらする。せやから家出した時もすぐに行動し、先輩も一緒に聞か、ちょうど ET スタジオが大、そんなに大したものでもないさ。あれは20年前のこと。当時魔剣神器 MX が魔剣新規シリーズの代表機体アラハトが出ていなかったため、 MX するとあるヨーロッパのゲーム会社が ET スタジオを訴えてきた。最初俺たちもびっくりしたが、後に彼らが登録していたのは退去の王だと判明してね。こう、へえ、当たり屋的な訴えやと思うたけど。ああ、そしてその会社の株主は夫アポカリプスだった。ある意味天命とネゲントロピーの長き闘争におけるエピソードの一つだよ。それは話せば、ネゲントロピーは気候の開発に力を入れていた。だがこのプロジェクトは出費がかなり多い。それである人が提案したんだ。逆転の発想でアニメを看板にし、正々堂々と機構を開発したらと。試しにやってみると幅広い支持を受け、ネゲントロピーで最も収益を出すプロジェクトの一つとなっていた。アラハトからスタートした魔剣新規シリーズはこうして今日まで続くことになったんだ。きっとあのオットーが悪いに決まっとる。ほら、天命とネゲントロピーはライバルやったし、好きあらば嫌がらせしたろうとか絶対考えとったんよ。そうやった。せやけど、それにそんなことで悩まなくていい。他に仕事があるんだろ。